ジョン・リチャード・ヒックスは、英国の経済学者。現在のミクロ経済学、マクロ経済学の全域に貢献した。ロビンズ・サークル及びケインズ・サーカスの関係者である。社位を賜ったことと学問的業績に権威を表して、ヒックス教、ヒックス以降は、経済学の中心が英国からアメリカに移ったことから、英国最後の大経済学者などとも呼ばれる。 1972年にケネス・アローと共にノーベル経済学賞を受賞した。1972年秋、ヒックスは滞在中だった大阪で、自身のノーベル経済学賞の受賞の一報を聞き、半信半疑だった。彼は、それは本当かと二度聞き直し、事実とわかると顔を好調させたという。ただし、ケネス・アローと同時受賞と知ると一気に落胆したとされている。ヒックスは、 自身のノーベル経済学賞受賞について、すでに脱却した仕事に対する栄誉であり複雑な気持ちである。ノーベル賞がこの仕事に対して与えられていた方が嬉しかったと述べている。岡俊博、イズ LM のどこがケインズ的でないか、スラッフ派を媒介にした解明、経済学士学会関西部会報告論文。日本経済新聞社編著。 現代経済学の巨人たちマイナス二十世紀の人、時代、思想日本経済新聞社、日経ビジネス人、文庫、2001年、88から89ページ。日本経済新聞社編、現代経済学の巨人たちマイナス二十世紀の人、時代、思想日本経済新聞社、日経ビジネス人、文庫、2001年、89ページ。日本経済新聞社編、 世界を変えた経済学の名著日本経済新聞社日経ビジネス人文庫、うん、2013年51から52ページありがとうございます。